キリュウさん大丈夫、おじさん。ああ、少しヒヤッとしたかな。やっと会えたな、キリュウ。それと風間、へへへへ、こそこそしやがって。しまぬ。寺田藩、あんた錦山裏切ってわしにつくふり見せてたけどな、そんな裏の裏まで全部お見通しや。ずっと見張らしてもろってましたわ。お前らといい、錦山といい、ほんま脇が甘いわ。ガキはもらっていくで。お前らはここでしまいやけどな。島のよ。なんや。おめえさんも相当脇が甘いぜ。ああ。なんや。親父。遅えぞ柏木。もうすぐクリスマスですしね、屈強なプレゼントをお持ちしました。キリュウ、ずいぶん苦労したみてえだな。柏木さんこそ。なんや、風間組はやる気みたいやな。よっしゃ、血の汗振らしたるわ。Yeah!
これまでだ、島野。わかってる！カズマ、金を盗んだのは弓と俺とセラなんだ。100億は神宮の金だ。奴は東城会を使って闇の金を洗ってた。マネーロンダリング。そうだ。俺は奴を失脚させるためにその100億を、そして由美はその計画に志願したんだ。由美か。アレスに急げ、カズマ。由美が危ねえ。アレスに由美か。そうだ。それからこれは三代目の遺言状だ。終わったな。ええ、ありがとうございます。本当にこれでよかったのか。神宮と手を切るには奴が裏で溜め込んだ100億を取り上げて失脚させるしかありませんから。そうか。でもこのままじゃお前も危なくなるぞ。いっそしばらく身を隠した方がいい。おい、確かに島根や錦山あたりは跡目狙って動き出すでしょう。だが俺は東城会の三代目、逃げも隠れもするつもりはありません。お前、もしもの時のために遺言を預かっちゃもらえませんか。東城会の未来がそこにある。はい。カズマ、俺はお前に謝らなきゃならないことがある。許してくれカズマ。お前の親を殺したのは俺なんだ。ひまわりは俺が親を殺した。子供のための施設。いいんだ、おやさん。俺にとっちゃ、おやさんが本当の、親父でした。無事だったか。芝浦のことはさっき警察に通報があって知った。ああ。お前これからどうするんだ。アレスに向かう。
由美がいるかもしれないんだ。何？そっか。まあ今あまり時間がない。話は後で聞こう。それよりもだ、先にスターダストに行ってくれ。なんだと？どういうことだ？まあいろいろ必要なものがあるんじゃないかと思ってな。和樹や優也に頼んで集めておいてもらったんだ。必要なものがあったら先にそこで揃えておいた方がいい。分かった、感謝する、伊達さん。ああ、じゃあまた。キリュウさん、こっちです。ああ、さ、そんなことはいいですから。何かと必要だと思って、これホスト仲間からの気持ちです。そうか、すまないな。住人が掴んだ情報なんだが、どうやら元堂島組の連中がこの辺りをうろついてるようだ。堂島組？詳しい話はこっちに来たら話す。時間があるならモニタールームに来い。
さすがや。またな、キルちゃん。あまあまや。Yeah!